勝ち点36、8位の福岡。今日は福岡は宮がキャプテンマーク、一方で札幌は宮沢を先頭に今入場してきました。菅のヘディング、こぼれ球まだある。小田、今野、いいランニングでしょこれ。小田、ここに今野です。左足直接ゴールに向かう形、まあ、そうすると今もオフサイドになる前に青木がシュート打てそうなちょっとスペースもできましたので、はい、ああいうところ消していきたいんですね。そうですね、はい、あとここ宮沢が奪われる、うん、おっとザエディに対してこれはファールで PK の判定。ここですよね、少しボールコントロールうまくいかなかったんですよね。そこで慌てて足が出て、ここですね、このタッチが少し思うようにいかなかって慌てたと思うんですよね、はい、ザヘディ決めました。今シーズンの9点目、福岡先制。自ら力抜けて、まあ、落ち着いてましたよね、ほぼ、中央、はい、まあ、この高さはなかなか、どこで使ってくるか、2トップにするかもしれないですね。あ、なるほど、はい、今度からザエディの裏に抜けてきた。さあザエディペナルティーの中シュート、菅野ナイスキーパー。札幌菅野は素早くリリース、青木からサイドを変えてくる、いいボール入った。そうだ、今度はペナルティーエリアの中、キーパーをかわして倒れる。 PK、 笛が鳴った。対応しづらいですよね、あのボールスピード。どうですか、引っかかってますかね。決めました、1対1。鈴木武蔵今シーズンの3点目。札幌 PK で取られ、 PK で追いつきました。助走を少しタイミング変えてきました。完璧じゃないですかね、うん、岩崎が入れ行きますが、後ろでミア連動できるか。見事間抜けてくる、ジョルディ・サンチェス、シュート決まった。勝ち越し、ただオフサイドの旗が上がっています。ここですね、このタイミングでやっぱり、はい、出てますからね、オフサイド。大崎のサイドチェンジは与田がよく行きます。あ、よく見てた。あ、裏に抜けてくる、鶴野のシュートはパクミング倒れて、いや強い、ここ上がありません。あ、ナイスゲームだ。青木中入る、右足でのシュート。ゴール迎えるかな。入れ替わって中、ウェリントンも待つし、低いボール、ウェリントン浮いた。金森から鶴の裏に抜け出す、小田も行く。さあ小田もフル出場で、この運動量、逆サイド見れるか。クロスが入って、ウェリントンの前、バーバーのヘディング、さらに後ろから風が決まった。福岡劇的勝ち越し、亀川右足線。ここのやっぱ金森選手の強さがまず生きて、引っ張って開けたところ入ってきて、ここよく触ったと思ったんですけどね、この浮いたボールよく入って抑えましたね。これ体育時間が、これ難しいですよ、これ難しいですけど、しっかりと力抜いて、アディショナルタイムはもう8分台。福岡にとっては非常に長いアディショナルタイム。田中克幸、おー、ナイスシュート決まった。意外性すごい、 J1 リーグ戦初ゴール、田中克幸大卒ルーキーがここで見せました。今のはすごいですね、アディショナルタイムにドラマ2つ。覚悟というかスローイングですよ、これ。ここいいとこ入ってきたんですよね。ここでは振らないですよ、普通は。笛が鳴って、ならないですね、これはまだ、はい、フリーキックです。あ、ここで終わりますか。あ、ここで長い笛、試合終了。選手たち、札幌、福岡倒れ込みます。いや、すごい試合ですね、これは。いや、死力を尽くして